本語の先生のメッセージをお願いします。私は日本語が大好きなので、先生から博士を送りたい、というご苦慮がありましたが、チャンスがありませんでした。だからこそ日本人の先生方に知り合いのためのチャンスを勉強するチャンスを、が作ってほしいという、申し込みがあります。はい、以上でどうもありがとうございました。はい、こういう感じで、まあ、1分ぐらいで皆さんに喋ってもらっています。最後のところは本当は中東の日本語の先生へ のメッセージということだったんですけど、ちょっとそこのところがうまく通ってなかったかもしれないですね、今のメールで。なんですが、まあ、こういう感じでいつも自己紹介と日本語教師になった理由と、それから中東の日本語の先生へのメッセージというこの3つのことだけを1分でお願いしますという感じでいろいろ取って、それを Facebook で共有してみました。で、これはですね、当時はそのまだ2011年ぐらいだったので、あんまりインターネットのでそのハンドアウトとかそういうものがなかったので、こういうことをしていましたが、今ではそれがそのハンドアウトオンエアというものを使えば、わざわざ現地に行かなくても直接、インターネットだけで現地の人とつながってその動画を、皆さんにシェアするということができるようになっています。これがですね、これが最初の頃のダマス、さっきとも先生とは別のダマスカス大学のナーヘド先生という方にインタビューした時のものです。これこちらになんか僕が映っているのが分かると思いますが、要するに画面の向こう側に僕もいるわけですが、これは逆にでも最近の、これヨルダン近況レポートという各国のですね、トルコとかサウジとか、レバノンとかいろいろありますけど、各国のその日本語の先生にそのハンドアウトで連絡して、最近どうですかというような話を、いろいろ教えてもらって、それをさっきの Facebook に投稿しているんですね。で、実際に、まあ、こうやって顔が見えていますが、僕はこっち側ではなくて画面のそのこちら側にいるので、まあ、そういう違いがあります。要するに向こうまで行かなくてもそれができるようになっているということですね。やっぱりこうやってその僕が例えばさっきのヌール先生っていう先生のことを同じことをですね、僕が書いて僕がいくら言ったってあんまり親近感とインパクトないんですけど、本人がこういうふうに言ってくれるっていうのはすごく、しかも動画でね、顔があって声が出て言ってくれるというのはそういうネットワークを作るのに非常に有効なんではないかと思います。で、で、ステップ4つ目なんですけど、1対他のライブイベントというのは、これはですね、まあ、例えば弁論大会のライブ中継とかですね、あるいはその、まあ、特に1対他という意味ではこれが特徴的なんですけど、2011年の日本語教師オンラインセミナーというのは、これは私が講師としてやったんですね。あ、そうですね、これ黒いですが、27日にやりますので、これについて詳しく知りたい人はぜひ明日までですよね、もう少し21日から締め切り、あ、21日から、あと2日でも大丈夫です。あ、大丈夫ですかまだちょっと席がありますので、ぜひこちらも来ていただければと思います。日本語教育学会の方 の研修でこれやりますので、で、2011年の時は僕が講師として、つまり1対他の1が私だったわけですよね。カイロ側の人間が1対他の1として、オンラインセミナーをやりました。で、まあ、ビデオゲストとして、まあ、いろんな人が出てきたんですけど、講師ではなかったわけですね。で、1対他のライブイベントこれステップの5番目ですけど、要するに2012年、オンライン研修の2012年の後半は、さっきのタイムウールさんとか、これファーリスさんとさん付けのような非常に抵抗あるお世話になった人なんですけど、なのでなんですけど、まあ、一応、先生のさんと呼ばせていただきますが、キングサブライのファーリスさんとか、そういう現地の先生全部で8人か7人かなの方に、ゲスト講師として出ていただいて、僕はそれに対するそのインタビュアーという感じで、僕が話を聞いて、でそれを皆さんに
動画で配信するという形でこれをやっていました。ですのでその1対他の1が僕ではなくて、僕以外のそのネットワークの参加者という形になっているわけですね。で、ステップの6番目というのが他対他、まあ、さっきの5番目のね、このオンライン研修は、まあ、講師が現地の人だといってもやっぱりその人が中心なわけですよね。ですので他対他ではないんです、1対他なわけですね。なのでもっとそのスター型ではなくてメッシュ型のネットワークっぽくしたいなと思ってやっていたのがウォールチャットというものです。チャットですからこれ文字だけなんですけど、文字だけだとみんなが一斉に入れるんですよね。動画だと多くても10人、まあお金払ったバージョンでも15人までしか入れないんですけど、文字チャットだともう何百人と入ることができます。でこれが最初にやったのが、今年の1月10日の、まあ、現地時間の9時から10時だったんですけど、この1時間の間に21人の人が来てくれました。小川さんも来てくれたんですね。そう思います。そう来てくれた。で、あ、そう、それでその僕途中でインターネット繋がらなかったので小川さんに電話して、それでそのあれなんですよね、もう電池切れちゃいそうですとかそういうことを確かに言ってた記憶がありますが、で、まあ、その9カ国の、21人が参加してくれて、でそのうち7人が、非母語話者、まあ、日本語の母語話者ではなかった、ですね。でこの1時間60分の間に251の発言がありまして、これを、秒にして換算してみると大体15秒に1回ぐらいは誰かが、何かを書いているという形になります。で、まあ、これでですね、まあ、それなりに手応えがあったので月1回開催するようになりました。まあ、その後ちょっとできなかったりした月もあるんですけど、これもちょっとですね、実際のところを見せてみましょうか。ウォールチャットやりますと、あ、ちなみにウォールチャットっていうのは普通チャットっていうのはその閉ざされた世界でやることが多いですよね。だけどウォールチャットっていうのはその一般にオープンな形になっていて、こういうグループとかのメンバーなら誰でも入れますよみたいな、そういう意味でウォールチャットというふうに。でここでやりますよ。ここではタイトルが日本語教育と Facebook っていう、そういうタイトルで、タイトルというかテーマでやりました。でこれは実際終わっているところなんですけど、もう予定の60分過ぎちゃいましたねというふうに私が書いているのが見えると。で、テントをご覧になれば分かると思いますが、あ、小川さん、ご縁します。で、いろんな人は、例えばこの人は、まあ、中東じゃなくてケニアなんですけど、この人ヨルダンで、この、まあ、カイロですよね、ヨルダン、レバノン、ケニア、ヨルダン、でトルコというふうにいろんな国の人が、こういうふうにチャットに、参加してくれているというのが分かるんじゃないかと思います。で、最後にステップの7番目なんですけど、これは参加者中心の、オフラインイベント、まあ、実際に要するに会うイベントですよね、を、7番目として行いました。でこれはその中東日本語教育セミナーの2013年、今年のやつですが、今年の6月の23日と24日に、行ったんですね。で、まあ、要するに参加者中心というのはどういうことかというと、普通はですね、こういうのでは基調講演というものを、行うことがあります。で別にそれが悪いとは全く思っていませんが、少なくともネットワーク形成という意味ではやっぱりスター型のネットワークなわけですよね。さっきのメッシュ型というみんなが発信するという形のネットワーク僕はないわけですよ、基調講演というのがある。なので、ここでは基調講演なしにして、今まではですね、必ず日本から誰かを呼んでやっていたんです。別にそれが繰り返すのは悪いわけではないんですが、僕はここではメッシュ型のネットワークを作りたかったので、日本からは人も呼ばないで中東に住んでいる人たちだけで、ワークショップとか、ポスター発表とかグループディスカッションとか、あとは、まあ、ライトニングトークっていうのがあったんですけど、そういうのをやりました。でそれでもですね、その内容的にもですね、じゃあその現地でできる人で、現地でできる人がこれが自分にはこれができるからこういう内容でやりましょうというふうにしたんではなくて、内容もですね、全部あれなんです、Facebook でアンケートを取って決めたんですね。まあ、いくつかその候補があったので、この3つのうちでどれがいいですかって言ったら、日本語教育と IT っていうのがいいというのが一番多くなったので、日本語教育と IT って言ってもいろいろありますけど、
どういうのがいいですかっていうふうにやったら、まあ、ソーシャルメディアとかクラウドサービスとか、あの音声編集とかね、プログラミングとかそういうのが出てきたので、こういうのを扱うことにしました。でかつそのやっぱりですね、探せば本当にできる人がいるわけなんですよ。なので、中東に住んでる人たちだけでこういうタイトルの、あのこういう内容の、セミナーを行いまして、まあその結果ですね、一応その満足したと、どちらかというと満足したを合わせると、全員 100% の人が、こういうふうに、まあそれなりに満足して帰っていただいたという結果になりました。あ、つまりですね、これを、さっき出しましたね、ちょっと、あ、そう、出すの忘れました。あ、そう、あの最近その経済のところで地産地消って言ったりしますよね。その場で取れるものをその場で消費しましょうというのがあるんですけど、こういうのはあのやっぱり学びの場でも、あり得るんじゃないかなと。あの現地の人があの探してみるとですね、やっぱりそれなりになんか面白いことをやってる人がいるので、でそれがネットワークがなかなかないと、あるいはスター型の一方通行のネットワークだと、そういう人たちを発見するのは難しいんですけど、ですが、そういうメッシュ型のですね、いろんな人が発信してくれるようなネットワークにしてみると、なんか面白いことやってる、あの人の話聞きたいというのがいろいろ出てきてですね、それで、学びの地産地消というようなことが、できてくるのではないかと思います。で最後に、あ、まあ、これはですね、で、ちょっと字が小さくてあまり読めないと思いますけど、ポスター発表でも16人ぐらいの人がいろいろ発表してくれました。でこれは最後ですけど、その、皆さん の記念撮影ですね。この時はですね、カイロ の日本文化センターが、あの荒川さんもご存知のあそこがもう